さあ次行きましょう。はい、はい、フレディタカさん。はい、フレディタカさん、28歳男です。ということで、マッチングアプリ上で知り合いに女性は出てこないはずなんですが、なぜか見つけて会う約束をしましたが、実はその女性既婚で浮気目的でマッチングアプリをやっていることが分かりました。私は顔写真は出していなかったので、その女性は知らない人、僕だと分かっていないと会うものだと思い、いざ待ち合わせ場所にその女性の夫と会いに行きました。結果的にその夫婦は離婚することになり、なんだか申し訳ないことをしたと思うと同時に、女ざまーとスカッとした気分になりました。浮気するにもマッチングアプリで堂々と顔出しちゃう女性、ある意味すごいなと。いや、そこでさ、こっそり見に行けばいいのにさ、その女性の夫を連れてくこのフレディ・タカさんもすごいよね。まあね、でも夫の人ともやっぱ友達だったんじゃないの、騙されてるぞ、まあ、まあお前って。いい性格してるよね。そう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 。まあまあまあ、いや、これどうなんだろう、君どうする、え、そんなあったら浮気をするってこと、俺が、あ、浮気されたらってこと、例えばそのマッチングアプリでその知り合いの、うん、あれこの人結婚してるよねっていう人が出てきたら、あ、そしたらYouTube で動画にアップするかな。うん、同罪だった、はい、ノートパソコン持って現場にいると思います。はい、私、ね、今浮気現場に来ております。YouTube ライブだね。YouTube ライブで、はい。